まりました忍冬金貸しの信用チャンネルでございます。今日もですね、また素晴らしいゲストの方に、こんなね、すごい方をお招きしていいのかということでご紹介します。長野ジュリアさんです、どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。おーすおーすなんか登場のポーズとかあるんですか？いや、特に決めてなかったんですけど、なんかあの塩あ、はい、ありがとうございます、はい、塩、醤油、おーす原因看護師空手二段の女子プロレスラーがやってます。ありがとうございます、はい、皆さんご存知かと思いますけれども、なんかすごくマルチにご活動されておられて、あの映画ファーストミッションを拝見しました。はい、この間5月6日に公開しまして、はいはい、アクション映画を見てくださったみたいで、いかがでしたか？その撮影の時とか大変でしたか？撮影船橋出身ってことで言ってもいいですか？はい、大丈夫です。12月の船橋の海沿いは、はいはい、地獄でした。あ、寒いですね。寒いし、私、はい、見ていただいたと思うんですけど、はい、秘書役で、はい、めっちゃ夏用のスーツだったんですよ、うん、もう寒くて、もう戦いどころじゃなかった周りまでずっとそうですね、映画って結構待機の時間も長いし、そうですね、震えてました。うわー、大変もうぜひね、あのまだね、上映中だと思いますので、ぜひぜひあのご覧いただいて、はい、おそらくね、映像も出るかと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。あとね、ご活動はプロレス。プロレス3月19日に東京女子プロレスで、はいはい、東京女子プロレスですごいですね。もうプロレスのリングに立つっていうのはもうね、よほど稽古してるとなかなか人前立つできないんです。いやー、そうですね、うん、なんとか頑張って、本当に空手しかやってこなかったので、はい、プロレスだとリングだし、うんうん、なんかね、こう寝技とかかけられるので寝技のリングですか？寝技かけられるはい、結構厳しかったんですけど、はい、あ、はい、でもね、最初はね、そういういろんな試練を乗り越えて、はい、ご活躍されると思いますのでね、はい、ぜひプロレスの方も注目していきたいと思います。あの私も実はプロレス関係のね、ご縁が多いので、あの今後ね、ぜひ拝見させていただければと思います。本当にありがとうございます。押す押すということで、でも何を隠そう、でも元々バックボーンが空手、はい、でいらっしゃいますので、はい、今日はその長野ジュリアさんに私がですね、空手を学んでいきたいなというふうに思います。人になんか、はい、なんか YouTube いろいろコラボしてますけど、はい、空手を教えるっていうのはもうめちゃくちゃ久しぶりですね。あ、でも以前はあのお指導とかもなさって、あ、そうですね、はい、まあ、ぜひじゃあちょっとね、私も空手の、お、虫が足がついてすげえ、ちょっとこれは学びがいがあります。はい、あのぜひね、肩にちょっとフォーカスを当てて、いろいろやっていきたいと思います。はい、頑張ります。お、虫が虫がすみません、ちょっと虫がいて、はい、あの野生味あふれてましたね。あの、まあ、視聴者さん含め、あの僕みたいにこう空手に最初に触れる人が練習すべき方なんかあったりするんでしょうか？ありますね。あ、まあ、平安二段っていう、はい、平安二段、はい、はあ、二段、三段、四段、五段みたいな初段ってあるんですけど、はい、初段からではなく二段から大体の道場で学ぶんですけど、うん、はい、平安二段という方が初歩の方です。なるほど。じゃあちょっとその平安二段を早速あの拝見させていただきます、はい、あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお見事です。ありがとうございます。いやいや、久々にやりました。あの最初のこの構えからちょっと教えていただきたいんですけど、はい、はい、どういう形で入るんでしょうか？あの空手の方は最初の動作が必ず受けから始まるんですよ。自分から攻撃しないっていうのがあって、はい、最初は、うん、おこれで相手がついてくるのを、はい、
落として、はい、溝につくっていう。なるほど、その反撃をしてカウンターから入ってるわけですね。そうですね、受けつつ、はい、引くっていう。ちょっとこうし て, して、はい、左手で上から落とす、はい、はい、はい、こうして、はい、で右足一歩前って、はい、溝です。そう、はい、で、はい、今度は相手が蹴ってくるので、はい、それを右手で受けます、はい、だから反対です。反対に、反対の敵を蹴ってきて避ける、はい、でまた突きを落とすで突きです。そうです、これが最初の横動画。はあ、ちょっと覚えきれるかしら。いや、そうなんですよ、結構複雑ですよね、動画あるんで、うん、
はい、はい、あ、できてます。あ、ありがとうございます。軽量パラで、で今度はこちら的に、はい、あ、そうです。で、もう一回前入れて、はい、で、終わりです。ありがとうございます。受けの種類としては、はい、あとは最初にやった落とす受け、はい、下段払い、上げ受け、はい、で、あと最後の手刀の下段払いですね。はい、これはあの蹴りに対してこう手刀で、これでやっぱ、はい、体勢が立ってるよりも四股立ちになった方が安定するっていうか強いので、はいはい、ここでしっかり低くなって受けるっていう。四股立ちから、はい、あの向き出すって結構大変じゃないですか。あ、そうなんですよ。ここがやっぱり稽古の差が出ると思うんですよね。これよく一緒になるじゃないですか。なりますね、はい、それはすごい。いかにこのままいけるか、おーみたいな。これでめっちゃ筋肉痛になりますめっちゃ、そうですね。これぐらい落とさないとダメですよね。頭の高さまんまで前に出ます。前に出てこっちを、あ、ここから、そうです。もうで、もうそのまま前にもう一回。そうですね。で、今ちょっとこうなってる、はい、全部。おー、はい。そうなんです。おー、それで、はい、稽古中とかは、ほんと30往復とか、わーって。30往復。これは、きついっすね。そうなんですよ。でもめっちゃすり足がやっぱできるから、はい、こうならない。この姿勢は、こう強いんですよね。そうですね。こう押されても結構耐えられる、はい、姿勢なんですけど、そうですね、相撲が取れる姿勢です。そうですね、一番強い。あと三鎮か、三鎮の、あの、あ、オロチドッポとかやる、オロチドッポ強い、確かに電車とか三鎮でやっとけば揺れないって、はい、はい、やった仕方的には。オロチドッポご存知なんですか。あ、そうです。一応なんか、はい、TikTok やってるんですけど、はい、コメント欄に、はい、オロチドッポそっくりってすごい言われてたんです、はい、100件ぐらい、はい、で、あ、誰だろう、可愛いのかなと思って検索したらゴリゴリのじいさんで、あ、これかと思ってそっからちょっと読みながらそっくりとは思わないですけど、オロチドッポは可愛いですよ業界ではオロチドッポは可愛いですよ。本当ですか。でも似てはないです。すごい似てるって言われて一人じゃなくてみんなで技がすごい似てるとかじゃないですか。よくわかんないですけど、似てるそうですね、私の愛妻からのつぶろくさんはね。あ、そうなんですか、ね、そこまで行き着いてます。あ、そうですね、はい、奥さんもですけど好きな、どうでもいいです。と、私、一流の先生に習ったのは、はい、平行立ちっていうのがまず肩幅に、はい、この小指側の大足を平行にまずしてもらって、はい、肩幅に開く、はい、で、じゃあ右足を半足分前に出します。はい、で、ちょっと両足を内側に入れます、はい、で、内側に入れたらこうなるじゃないですか、はい、これを筋肉でグッと外に開く、はい、で、そう、あ、できてます。腰をグッと帯でやるとこういうことです、はい、そうです。で、お尻ギュッと締めて、はい、腹筋力入れて、はい、呼吸で、はい、ってやると、はい、もう強い、はい、強い、おお、なんか入ります。はい、失礼いたしました。いやいや、その、バンバンやってください、はい、これだと電車とかの揺れが強いですし、はい、だからおすすめの仕事とか、これならジェットコースターの上で食べてますよね。そうそうそう、はい、館長、ジェットコースターでも、はい、行きますけど。呼吸ですね。呼吸はここで息を吐いて、息を吐いて、吸って、はい、最後に締めたんですね。そうです。あー、いいですね、はい、めっちゃいいです。 ありがとうございます。はい、これで空手忍者になれるかもしれない。あ、できます、できます。すごい地味ですけど、いや、これ意外といいんですよ。これでやっぱりその急所をこう攻撃を防いでるっていう部分もあるんでしょうか。どうでしょうね。どうですか。まあ、あ、伝うって。でもそうですね。これ内ももにこう入ってるからあんまり入りにくいですよね。強い。なんか多分ただ単純に。で、あの、私ら忍者はですね、はい、いろんなこう痛みに耐える修行を行うわけなんですよ。知ってます。はい、知ってました、動画いろいろと。ぜひですね、はい、あの、ジュリアさんの攻撃を体験させていただければと思います。はい、で、30秒間、はい、
一方的に攻撃をしていただいて、はい、私が降参したら、はい、ジュニアさんの勝ち、うん、で耐え切ったら一応私の忍耐力の勝利という形でちょっと対決企画を進めていければと思うんですけど、はいはい、ちなみに空手の技に限らずプロレス技でもないです。あ、いいんですか。はい、いいです。 OK です。はい、もう頑張って受けたいと思います。はい、はい、じゃあいけるかな。でも、ね、多分ね、ね、見た目ね、こんなキャスでいらっしゃるし、はい、キャスです。はい、もう大丈夫だと思いますね。ちょっと技を見た時はちょっと不安になりましたけど、はい、耐えてみたいなと思います。はい、じゃあ頑張ります、はい、よろしくお願いします。30秒、何やってもいいんですか。何やって、目つきとかちょっと僕、素直に耐え切ったって喜べないですけど、いやいや一応勝負上はちょっとじゃあ耐え切らせてないかな。全然耐え切ってましたよ。ありがとうございます。いや、でもこの見た目からは信じられないぐらいの打撃が何発も入ってますね。もうちょっと途中で首絞めはね、いや、スリーパー全然効かなくて私持ち上がっちゃったから僕らね、首吊る練習とかするんです。え、マジですか。はい、でもすごい新感覚でした上がってるみたいな。ここのところは竹とかね、はい、両端から挟んで、はい、で、2人ガッと締めてるのを抜けるとかやる練習するので組み上げてこっちです。やばでも最後の円錐切りとか死闘とか、あと溝打ちはちょっとこれ多分あったらあざだらけになる。いやいや、そんなそんな。いや、本当お見事でございました。いやいや、ありがとうございます。普通に考えると体格差倍ぐらいありますから。そうですね、はい、でそれが僕ちょっとのけぞるぐらい食らってるんで、いかにジュニアさんすごいかということがね、お分かりいただけたかと思います。いやもっとチョークスリッパー落とせるように、はい、チョークスリッパーぐらい死に技、はい、はい、いやこれはでもちょっと僕も思い出になりました。ありがとうございました。ではご覧の皆さんはですね、ぜひぜひ長野ジュニアさんの今後をですねチェックしてだと思いますし、長野ジュニアさんのチャンネルの方でもですね、素敵なコラボの様子が上がるかと思いますので、そちらもぜひご期待ください。リンクは下に貼っておきますので、ね、はい、ぜひそちらも見てください。で、本日は誠にどうもありがとうございました。